久サ十ジ久ーラン、久サ十ジラン、ラン、1902年4月6日から1957年10月6日は、日本の小説家、演出家、北海道函館市出身、本名、安倍正雄、推理小説、ユーモア小説、歴史、時代小説、現代小説、ノンフィクションノベルなど多彩な作品を手掛け、白色と、技巧な執筆で、多面大作家、 小説の魔術師と呼ばれた。北海道函館区に父、小林善之助と母鏡の長男として生まれる。父は母方の海鮮丼屋の番頭頭で、母は創月流星下の師匠だった。2歳の時に両親と離れて海藻業を営む祖父、安倍晋之助に養育される。旧制函館中学、現北海道函館中部高等学校を中退し、 東京の生学院中学に移るが、そこも中退。この頃、芥川龍之介に私宿し、文学賞を単独した。1920年に帰郷して、函館中学の先輩、長谷川海太郎の父の経営する函館新聞社に勤務、演劇に興味を抱き、1922年に演劇集団、狙撃会に参加。1923年に同人グループ、聖者を、 結成、1924年に、同人誌、生に発編の歌、1926年に、諸女小説、3、諸女儀曲、黒部への最後を発表。また、函館新聞の文芸欄の編集、記事執筆をしながら、同欄で創作作品を掲載。1928年に上京し、岸田国史に指示、岸田主催の悲劇喜劇の編集に従事。 1929年から1933年まで、パリに留学、パリ物理学校で、レンズ工学を2年、パリシリツギ芸学校で演劇を2年研究し、シャルル・デュランに支持する。帰国後、新月受劇団演出部に入り、舞台監督を務めるが、間もなく脱退。箱立中学校の後輩である、水谷一志が、新青年、博文館の編集長を務めていたことから、 同誌に、1933年に著名人探訪記事、トリスタン・ベルナール、典型、夜の遠征、犯罪の家の翻訳、1934年に、パリ滞在の経験をもとに、今キチ・タヌゴを、主人公とした、八人の小悪魔を恥とする連作集、31書房版全集で、ノンシャランド中期に、解題、1935年に、初の本格的な小説、 黄金トン総曲などを発表。当初は本名を用いていたが、1936年の金牢から久雄十蘭の名義を使用し始めたほか、谷川場や、六個武力、セクストンブレイクの文字、石田九万吉、安倍道代、狐屋、今吉、麹町後、覆面作家、安倍正夫などの筆名を使った。1936年には、岸田の推薦で、 明治大学文芸科講師を務め、演劇論を教えた。1937年、岸田を発起人として結成された文学座に参加、文学座研究所の講師を務め、38年に文学座公演のジュールロマン作、クノックを演出、内村直也作、周水霊を岸田と共同演出。1937年には、フランスの探偵小説、レオン・サジー、ジゴマ、 ピエール・スーベルトマルセル・アラン、ファントマ、ガストン・ルル、ルレタ・ビーユなどを新青年別冊付録として分け、この原稿料で軽井沢千型機に別荘を購入し、ここで的を執筆した。1940年に岸田が大西翼3海文化部長に就くと文化部職宅となり、翼3海宣伝部で村の飛行兵執筆。 1941年に、新青年の依頼で中止に従軍、そよご座のために脚本、浜夕、雲、朝や岩し雲執筆。1942年舞台座の、岩し雲演出、おさらぎ次郎夫妻の売借により三津谷幸子と結婚。1943年に、海軍報道班として南方に派遣され、一時行方不明も伝えられたが、 1944年に帰国。同年調子へ、疎開。1945年、合津若松に疎開。終戦後、1946年に調子に、転居。1947年から、鎌倉の材木材に住んだ。1951年、朝日新聞に、十字街連載。1957年、下北の漁夫取材のために、浅虫、野辺寺に旅行し、その後6月に、 食道癌により、タバシの癌研究員に、入院、10月に、自宅で死去。筆明の久尾十蘭は、シャルル・デュランの文字里とも、久しく生きとー空と蘭の意とも言われるが、いずれも真偽は定かでない。なお、新青年の編集者だった、犬井慎一郎の回想によれば、空と蘭は、新青年等に寄稿していた、映画批評家の松下富二夫が発案したシャレであり、 ヒサオ・ジューラン自身は、フランスの作家の名をもじっただけのことだよと語っていたという。熱狂的な愛読者は、ジューランニアンと呼ばれることもある。函館中学の先輩に、長谷川海太郎らがいる。スピーディーな文体と、的確な人間観察による逆説的な論理と、目まぐるしく反転する展開を盛り込んだ作風。現代小説。 特に探偵小説や鳥物帳を多く執筆した。開票島、指定重国のような秘境冒険小説、時代小説などの作品もある。無残や名は、近世実録全書の中の、姫路因語、ハムレットは、ルイジ・ピランデルロの、エンリコ4世、無月物語は、スタンダールの、チェンチ一族を女本にし、鈴木モンドは、講談の同盟作の設定に基づいているが、 いずれも作者独自の小説に仕上げられている。私生活などを明かさないことでも知られた。太平洋戦争中の1943年に南方戦線、ジャワ島やアンボン島で記した従軍日記が2004年に遺品の中から発見され、2007年に刊行された。従軍経験に関連する作品には、報道範囲として戦地へ行く画家を描く、内地へよろしくや、 同様の設定の風流了上記、小説と読み物1950年7月号があり、母子像は裁判パ玉祭の生き残りの親子を題材としている。執筆には口述筆記を用いていた。また、出版の度に文章の過失を多く言った。前週等で初めて単行本化された作品も多い。上記以外、各単行本化は定本。 久を従覧全集中。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。